平野耀主演ドラマ、黒詐欺、決定でネット上に喜びの声。ファン待望の復活劇、令和版、黒詐欺、で主演を務める平野耀。業界内では彼の演技に期待する声が広がっています。ついに、10月に TBSK でドラマ、黒詐欺、が放送されることが明らかになりました。 そして、その主演を務めるのはキング・アンド・スの平野仕様です。この発表を受けて、ファンの多くがアンドの表情を見せています。近く、クロサギの話は以前から、クロサギは2006年に山下智久が主演した作品です。 父親が詐欺師に騙された末に一家親中を図るも、生き残った主人公がこの世の詐欺師を騙し返す黒詐欺となり、サスペンス作品として描かれています。今年4月には平野の黒詐欺が10月の金曜午後十字枠で放送される予定であることが報じられていましたが、ついにその時間帯での放送が正式に決まりました。 平野はキング・アンドプスのメンバーの中でも天然キャラクターとして知られています。そんな彼が復讐に燃えるダークな役柄を演じることに早くも期待が高まっています。資格シリアスな演技に期待ある芸能事務所関係者は平野の演技力に可能性を秘めていると語ります。キンプリがデビューする前の2014年に彼は深夜ドラマショーク、日本テレビ系。 の主演を務めました。当時、彼の演技にはまだ荒削りな部分もありましたが、回を追うごとにどんどん成長していく姿が見受けられました。その作品は、メジャーデビューを控えたロックバンドがボーカルを不慮の事故でなくし、平野さん演じる主人公が加わってメジャーデビューするという物語でした。 彼が涙を流すシーンもありましたが、その涙は非常に美しく、不思議な魅力がありました。デビュー後、彼が演じた役は明るい性格のキャラクターが多かったですが、実は彼はシリアスな演技もこなせると思います。芸能事務所関係者。近く、レンドラは20年が最後、金プリファンのある女性は、今回の発表に喜びを感じつつも、辛い時期もあったと語ります。 実は平野くんがレンドラに出演したのは20年前の末光警察ミッドナイトランナー日本テレビ系が最後だったんです。その後、他のメンバーがドラマの仕事を続々と決めていく中、彼だけが全くレンドラに出演しなかったんです。 私はメンバー全員が好きな箱、し、なので、他の4人がドラマに出演するのは嬉しかったのですが、なんだか平野くんがされていないように感じてしまって寂しかったんです。金プリファンの女性。確かに、長瀬角は21年の NHK 連続テレビ小説、お帰りもね、高橋山は21年の日曜劇場、ドラゴン桜第二シリーズ。 t b s 系や今年4月の未来への10カウント、テレビ朝日系、岸優太は21年のナイトドクター、フジテレビ系、神宮寺優太も同年の準教授高月明義の推察、フジテレビ系など連続ドラマに出演しています。そのため、ファンにとって平野の空白の2年間は焦りを感じさせるものだったのかもしれません。 視覚換気の声が多数ネット上では、やっと平野耀さんに演技の仕事が来た。ずっと紫陽くんに演技の仕事が来ることを待ってたのでとても嬉しい。ドラマやってなかった1年以上の間、私たちはよく耐えた。この時を待ちわびてた。といったコメントが多数寄せられています。この秋、平野が黒サギで見せる新たな姿は、多くの人々を魅了することでしょう。 彼のファンは待ち望んでいた演技の仕事についに恵まれたのですから、彼の成長した演技力や表現力を通じて、視聴者を感動させることになるでしょう。クロサギは山下智久が主演した作品として知られています。が平野耀が新たな主人公としてその役に挑むことで物語に新たな息吹が与えられること間違いありません。 彼の魅力的な演技が視聴者を引き込んでやまない魅惑的なストーリーを生み出すことでしょう。平野は以前、深夜ドラマ、ショークで主演を務め、その演技に衝撃を与えました。その後の彼の成長は明らかであり、シリアスな役柄にも十分に対応できると評価されています。 黒サギにおいても彼が復讐に燃える主人公をどのように演じるのか多くの期待が寄せられています。一方で平野が連続ドラマから遠ざかっていた空白の2年間には一部のファンが寂しさを感じていたようです。他のメンバーが次々とドラマに出演する中、彼だけが出演機会に恵まれなかったことが気になっていたのかもしれません。しかし、今回の主演決定によって、 彼の才能が再び注目を浴びることとなりました。SNS 上では喜びの声が多数上がっています。長い間演技の仕事がなかった分、彼の主演ドラマが待ち望まれていたことが伺えます。ファンは彼の新たな姿を見ることに胸躍らせ、心から喜んでいます。 今回のクロサギの主演決定によってヒラの仕はさらなる飛躍を遂げることができるでしょう。彼の演技の幅広さと魅力によって視聴者は感動と興奮を味わうことができるはずです。クロサギの放送が楽しみでなりません。この秋、ヒラの仕の新たな活躍に注目です。 彼の魅力的な演技と物語の展開に多くの人々が心を奪われることでしょう。人が